ゴミのダイビングトラッシュラック飛び出したら止まらない昔のレベルナイト。今回の今日からですね、はい、高木寛さんをお迎えして、いろいろとお話お聞かせいただきたいと思います。ありがとうございます。ね、お久しぶりです。ね、去年の11月にサリハナライブやった以来ですよね。番組出てないのに出させていただもらっちゃいました。いやいや、こちらこそちょっと順番が前後してしまって申し訳ありませんでした。こちらこそ申し訳ございません。あいつ誰だぐらいな。いやいや、そんなこと。いやいやいや。すごい素晴らしいパフォーマンスを見せていただいて、僕本当ファンがステージ上がっちゃったみたいなもんだった。いやいや、すごいキレッキレでかっこよかったですよね。キレッキレ。かなり特に星屑兄弟の伝説とか。あれか、あれはなんかでもそうバージョンが力さんのオリジナルの方のキーだったんですよ。はい、だ僕映画で歌ってる方はちょっと低いんですよね。下げてる。だからと思ったけどもうリハの音源が送られてきたの時はこれもうちょっと間に合わない。そうそう、自分にカポか声にカポかつけか声カポとかなんかあればあれなんですね。最初はパンクバンドでデビューされたんですか。一番最初はね、デビューっていう方したら。合ってるのかどうかわかんないんですけど、ライブハウスとか出るようになって、しかも自主制作のレコード最初に作ってるんですよ。そのバンドでフレッシュって言うんだけど FELESH って、はい、でそれは東京ロッカーズって言われてたような集まりがありまして、ね、はいはい、でそれをよく見に行ってた、最初の頃だって僕好きだったんだから、東京ロッカーズっていうかそのパンクバンドでも日本でいうとこの力ハロー&ハローホンも好きで、はい、まあ僕が見に行った時は常谷さんいなかったんですけどね、九段会館ってとこに見に行きました。平山美樹とのジョイントを初めて見に行ったんですけど、あれドラム違うかもっていうのがありまして、常谷さんじゃなかったんですね。違うんですよ、明らかに分かるんですよ。若い人だったんで、なんとなく。ハローフォンとカンさんはどこでつながりができたんだろうな。不安です。そういうことだったんですね。ハードリスナー、ハードリスナーだったんです。本当に日本のバンド一番最初好きになったの、意識的に LP を全部集めて買ったのはハローホンだけ。あ、そうなんですか。うん、だからそれまでテレビで見てて、ほらやっぱりラジオって日本のバンドって僕聞いてた番組やっぱり洋楽とか多かったんですけど、テレビ銀座ナウね、銀座ナウとか、うん、やっぱり銀座ナウでハローホンも演奏してたし、もちろんクールスも演奏した。で最初キャロルも解散ライブも銀座ナウスペシャルみたいなので見たりとかして、でキャロルはやっぱり当然子供が緊張にはさ、ビビッとくるわけですよ、見た目。あとこの間大久保貴一さんにもそれ言ったけど、キャロル自体よりもクールスと一緒に走る映像あるんですよ、ラストライブ。あの感じがやっぱり子供心にグッとくるっていうか、まあほらそういう不良っぽいものに憧れる年頃じゃん、中1ぐらいっつったら。だからそれで最初どっぷりそっち行くんだけど、でもまあ結構キャロルはね、周りみんな持ってたりするんで、自分買わなくてもみんな持ってたりするから聞けるって、カセットに録音とかして聞けるのよ。はい、でもそのうちそうこうしてハローホンはテレビで見てたけど、ある時それはもう高校生になってましたけど。力さん髪の毛立てて、その時常谷さんいたと思うんですけど、テレビで「フォーリーブス」をだからこの間やった曲ですよ、ブルドッグニッチもサッチもあれを演奏するシーンを見たんですよ、テレビパンクロック特集って番組で、夜中に。ガーンショック受けてかっこいいとか思って、でそれまでの力さんはおかっぱで、ご本人はエドガー・ウィンター、あれ誰意識したっつっけな、エドガー・ウィンター意識したおかっぱにしたって言うんですけど、あんまりそういうふうに見えなくて、だからなんかコミカルなものにしか見えなかった。だから実際テレビで演奏してたのは恋の TPO が多かったんで、恋の TPO はほらまあ後にね、それは自分の中ですんなりいくんですけど、この間も歌ってたよね、俺ね。それ見てたんですけど、まあノベルティソング的に捉えてたノベルティソングわかります？そういうちょっと企画もの、なんかそう企画ものっぽいなみたいな感じで、曲は面白くていいんだけど企画ものっぽいな。でもテレビでやった「フォーリーブス」のパンクバージョンは企画ものっぽいにしても、これは完璧にかっこいいって思って、それでもうそれで近田さんのことを追っかけて「オールナイトニッポン」聞くようになっていったら「オールナイトニッポン」っていう番組近田さんが、やってたんですけど、はい、2部を、今もやってる「オールナイトニッポン」。それで近田さんが歌謡曲いっぱいかけながら、はい、もうこんなの眠くなっちゃうから違う曲かけようぜ、ガンガン変えてかけたりしてて、でその番組は面白かったんですけど、その番組は CM に入る前のジングルが全部春尾本だったんですよ。へー。でそれが戻ってくる時もそう、それでもうひたすら春尾本の曲ガンガン流れてて、どれもかっこよく聞こえちゃって、これはやばいぞってなって、で買うようになった。で春尾本のアルバムも全部買ったの。あ、順番にだけど、お友達持ってないしみたいな。友達誰も持ってない。それでそうで買ってもう毎日のように本当に擦り切れるぐらい聞いてたよ。すっごい聞いてた。でだから日本のバンドで最初好きになった、本当に自分で買って能動的に好きになったのは近田春男&春男。最初の3枚、春男レコード。あ、違う、その前の「カモンレッツゴー」「ハローホンレコード」「電撃的東京」、この3枚がもうすごい好きで、最初はね中学生ぐらいの時にみんな大体誰もが僕の年、僕今もう今年62なんですけど、見えないですね、62になるんですけどまだ61ですけど、大体クイーンとかさ、キッス、エアロスミスなんですよ。でそれはそれでもちろん好きだったし見に行ったりもしたんだけど。まあ好きだけど、なんだろうな、その自分がでもやれそうとは思えない。だってクイーンの曲なんて同期でも難しいし、だって日本武道館見に行ってももうこの世の人とはもういつか普段歩いてる人と日常の人と違うもうすごい人たちだなみたいな、これ自分のところに置き換えるものではないみたいな気持ちになってて。そしたらある時だんだんなんか雑誌やっぱり好きだから見てると、ミュージックライフとか見てるとラモーンズっていうのが出てくる。でなんかジーパン履いてボロボロ、あれなんかかっこよさそうだし、そのキャロルみたいな感じだけどもうちょっと違う感じなのかなみたいな。で周りでもバンドやってたりとかして、自分もその頃まあ普通みんなやるようにガッツとかああいうの見て、フォークギターとか歌謡曲をこうその程度はちょこっとやってたんですよ。でもなんかでも周りではみんな中学生の時周りみんなプログレとか好きで、うまくもないのにみんな一生懸命スティーブ・ハウみたいな練習しててこんな人たちとバンドとかはやれないなみたいになっててそしたらそのパンクに出会って、で多分ねその76年の終わりぐらいにラモーンズの LP とか出てもう買ったりしてていいなと思ったんだけど、僕神奈川県逗子なんですよ。いないんですよ、好き、そういうパンク好きなのが逗子にはその頃で誰も話キャロルはいるのよ。でもキャロル好きな子たちはバンドやんないのよ、練習しないから。バイク乗っちゃうのかな、まだ免許取れないけどね。そっち行かないのよ。でもねその子たちはね大体ねディスコは好きなんだよ。ディスコっていうかフィラデルフィアソウル、あの頃だったらだから、あとミラクルズとかバンマッコイとか不良の子たちは音楽の趣味面白いんだけど、そういうキャロルとかそういうディスコとか聞くんだけど、自分からなんかバンドやろうって気はないわけで、バンドやりたがる人たちはみんなクイーンから入るんだけど、だんだんプログレとかそっち一生懸命練習しようとしてて全然違うなと思って、まあその世代だったのかな、僕の周りは特に。そしたらそのパンク知って、でパンク好きなの周りにいないから東京の学校行こうかなって。逗子から東京ってまあ1時間ぐらいで行けるんで、それでちょっと調べてたらお茶の水に文化学院って学校があるっていうのを知って、うちの母さんがそこに昔行きたかったらしいんですよ。すごい古い学校なのよ、もう今なくなっちゃったんだけど。よそのあきこさんとかがさ教えたりとかしてすごいところなんですよ、由緒ある専門学校の走りみたいな。でほら大体ロックの本読むとさ、ビートルズとかストーンズもみんなアートスクールみたいなとこに行くって書いてあるだからさ、アートスクールっぽくないんだけど、だからそうちょっと普通の公立学校じゃないとこに行っていくみたいな雰囲気があるから、あじゃあきっとそういうとこ行くとちょっと僕みたいなやつがいるのかなと思って、でまあお金出してもらってそういうとこで通っていくようになるんですよ。そしたらねいないんですよ、別にパンク好きじゃない。特にねどういう方がいらっしゃるの？あの頃の流行りでいくとね、サーファー系多かった。そうだからね、学校の中でみんな聞いてるのもね、聞くのもね、多いのはね、あの頃ね、フュージョン系ね、スタッフとか、まあ、ボズスキャッグスとか、あとまあロックだったらイーグルスとかドゥービーブラザーズとかで、まあギリギリローリングストーンズはみんな聞くんだけど、パンクは誰も聞いてない。パンク誰もいない。パンク好き、大体ね、パンク好きな人口ってね、人口ってか数めっちゃ少なかったよ、あの頃。あ、そうなんですか。多分。へえ。原宿とかのごく一部の人たちじゃない。うん、そんでね、だから自分もなんかそういうなんかパンクロック好きな人たちと集まってバンドとかやったりいろいろやりたいのになと思ってたんだけど、いない。そしたらある日、その学校私服だったんですよ、はい、で僕はまあ親から与えられた服をなんとなくパンクっぽい気持ちで着てはいってはいたんだけど、でほらパンクっていいのはさ、髪の毛さ短めでこうギザギザ適当に切った感じでさ、でもくしゃくしゃっとしてこうちょっと短めだったらさ短めで今着てるようなこういうちょっとスリムトップみたいなの着てれば、はい、パンクロックっぽい雰囲気になるんだ、で親にも怒られない程度で、あのほらシドビシャスほどよくなんない、ドラムのポール・クックぐらいの気持ちであのほらそのままでのロックかっこいい人ってみんな長髪でさ、うん、こういう高い靴履いてさ、ジュラルミンのケース持ってさ、なんかこうキラキラした感じで眉毛も剃ってさ、なんか細身の服でこうで、それがロックみたいな感じだって。俺そういう服どこで買っていいかも分かんないし、そういう格好もできなかったから、うん、でもパンクだとなんとなくそれっぽい雰囲気になれるぞみたいな、なんか少し適当に T シャツ破いてさ、袖とかだからビートルズの T シャツ買ってたんだけど全部マジックでメーカー引きしてで4文字言葉とか適当に書いてF ワード入れて書いてマジックで書いて袖切ってでこういうジャンパー着て歩いてたわけ、学校行ってたわけ。そしたらさ、その学校私服なんで、その僕の同級生の女の子でものすごくこの言葉はグルーピーって言葉使っていいですか？あ、大丈夫だと思う。そういうこともやる女の子がいたわけですよ。はい、普段割とロック少女、完全ロック少女バリバリ。ビオロンっていうのあった、言葉知ってる？ビオロン、なんかそういうさ、あんのよ、じゃあ服が、そういうグルーピーの女の子たちが着るような服があんのよ。でそういう格好ばっかしてる女の子がある時、セーブ・ザ・クイーンの T シャツ着て学校に現れて、はい、しかもガムくちゃくちゃ噛むのよ、その子。そんでくちゃくちゃ噛みながら英語の教材用にさ、今もあるほらポータブルトランテーブルあんじゃん、あれ置いてあって、そこでパコッとかけて「ゴッドセブ・ザ・クイーン」かけて「と思って、かっこいいなんだそれって言って、で俺もパンクその頃その「ゴッドセブ・ザ・クイーン」のレコード買えるの知らない、テレビでピストルズの映像を大貫さんが紹介したのを見てたから。曲もしてたし、若い子だまって大貫さんの NHK の番組のラジオでかけてたから、あでピストルズは最初見た時音はハードロックに聞こえなかったんだけどテレビで映像を見た時、そのジョニー・ロットやっぱりこんなになってやったから、ラモーンズより全然かっこいいと思ってさっきちょっと話戻す、ハローホンの前ですね、77年なんですけど、ですげえかっこいいわと思ってたら、でもどこでああいう服とか。服のことは全然分かんなかったけど、レコードかけてまず大体その子がピストルズの T シャツ着てたから、もうびっくりして「どこで買うの？」聞いたその子ちょっともうそういうとっぽい子だったから「あー」とかなんかもう「連れてあげるよ」って言われて、ガムくちゃくちゃ噛みながら「あー」お願いしますみたいな「お願いします」って言ったかどうか分かんないけどそういう感じで「連れてあげるよ」って言われて、その子について原宿中富士って店行くんですよ、学校の終わりに。有名な竹下通りにあったんですけど、そこ行ったらさ、ピストルズのレコード売ってるわけですよ、ポスターとか、あと洋服も、そのすぐには買えなかったけど、高かったから後に買いますけどまずピストルズのレコード買ってさ、へーここで売ってんだみたいなさ、まあ実際後で知ってくんですけど、その赤富士はその当時去年亡くなったビビアン・ウェストウッドとマルコン・マクラーレン2人とも亡くなっちゃいましたけど、彼らがロンドン以外で唯一契約して送ってたの。あ、そうだったんですか。そうだから東京のパンクのファッションが早かったんで。あ、もうそこじゃないと買えなかったんですか？もちろんそうだし、うん、ロンドン以外はそこだったんだ。そこしかなかったの。へえ、すごい。本当そうなのよ。赤富士って店がもともと古着屋さんで、そのオーナーの方がイギリスにいられる方だったんで、マルカムたちとつながってたらしいんだよね。で、じゃあうちらの服ちょっとどういうセンスで日本に送り込んできてたのかわかんないんだけど、日本でやりたいっていうで、日本でだけで展開してた。へえ。日本だけってか、ロンドン以外は東京、まあ名古屋にもあったかな、赤富士多分そこでしか売ってなかった。すごいですね。そこの店自体は古着屋でもともと有名で、割と継ぎはぎジーンズとかも売ってたから、ロックスターが普通にフェイセスとかも来た時寄るような店だったんだって。俺はそれは後から知ってるんですけど、それでまあ要するにそのロックバンドのグループやってる子たちも普通にそこに買い物に行くわけですよ。